あっちの方か。あ、人だ。はーい。何してんの？皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今回もアークやっていきたいと思います。私こういう感じなんだね。なんか前回ぐらいでね、仕様の変更がなんかで、あのこれ見れないっつったんだけどね、見れました。何なんだろうね、たまにこれ入るんですね。あ、それだ。やべやべやべ、ちょっと待ってやべえよ、みんな、ちょっと待って、落ち着け。そりゃ強えんか。どうやろうか。ちょっと待って。ベア。ちょっと、えい。あ、死んじゃった。あ、違う、これ状態異常だ。この光のまま、やべ、殺される。死んだかもしれん、みんな。早速死んだかもしれん、これ。やめて。レベル16のサソリやったか。ちょ、レベル高すぎるわ。もう一回リスポン。ここすぐそこにおるんだな、サソリ。サソリはね、まずいわ。ちょっとアイテム回収しに行こうか、とりあえずな。アイテムを回収させていただきましょう。サソリも近くにおるとやだな。回収。とりあえずこの家から出て、ここら辺で私死んだんや。そこら辺になおるはずなんやが、ここら辺で死んだんやなかったかえ。どうやったかえ。ちょっと視点を変えよう。この視点で行こう。確かこの庭ら辺でね、戦ってたような気がするんだが。やべ、またあいつの音がする。来てる。やだ。やめてよ。どうしよう。こっちへ巻こう。うえい。はい、ということでね、あのサソリにね勝てなくてね、何度もね、あのリスポーンした結果ね、先ほどのお家からねリスポーンすることができなくなったので、どうしようかな。とりあえずちょっと食べ物をやはりこれ安定的に手に入れるために何かしらいただけないかな。他の家とかはどうかな。いやー、結構作ったんだけどな、クラフトできたんだけどな、マジで残念すぎるわ。これロックかかってるかな。ロックかかってないと勝手に入れるんだけど、あ、かかってそうだな、これ。あ、ロックかかっとるわ。ダメやな、これ。ということでね、とりあえず、あれ？恐竜もね、倒したいところなんですが、ちょっと待ってよ。あそこに恐竜いるな。まあ、でも装備、あ、人だ。人がいるぞ、あそこ。とりあえずあの人にも話しかけてみようか。いやー、自由にね、やっていきたいと思うんですよ。あ、ドードーがいる。あの人とも話したいけど、ドードーを倒したいな。とりあえずこれ、ドードーレベル何かな。レベル2ドードー、いける、これすぐいけるわ。こんなもんすぐ倒せるわ。当たってないよ。さあ行こう行こう、ドードーやろう、ドードーやろう。あー、ちょっと待って、当たってねえな、おい。難しいなってんの。よしよし。どうぞ。またんか。どうぞ。よっしゃ。倒したぞ、どうぞ。やったぜ。まあこれぐらいね、やはりこれ、簡単に倒せないとね、これいけませんから。どうぞちゃん。さあ、お肉をいただけませんか？1個でもいい。頼む。肉手に入らんの、おい。あ、来た、皮が1個か。肉1個。やっぱね、早くね、あのクラフトセント行かんのやな。もう一匹いなかった。あ、どうだ、歩いてる、あそこ。ちょっと待って、その前にさ、クラフトできるためのこれ素材集めをさせていただきましょうか。ここめっちゃ恐竜いるな。大丈夫かな。あそこの人のペットかな。ペットじゃないと、あのサクッとこれ倒させていただきたいんですが、これなんか作れるかな。ちょっと見てみましょうか。
何も作れませんな、これ。何が足りんかな、ストーンかな。今度基本的にザッチや。ザッチが足りん。オッケーオッケー、ザッチね。オッケーよ。なんかもう一個ぐらい木を切らせていただきましょうかね、こちら。ザッチか、木だな、木。まだ素手だかんな。早いところね。クラフトせんとね、まずいんですわ。今回もね。大体ね、準備してね、録画したいと思うんですがね、毎回。なんだけどね、すぐ死んでしまう。レベル13なんだけどね、すぐ死んじゃうんだよ。やっぱね、レベルの高い恐竜とかがね、うろついてるがゆえなんでしょうかね。こちら、勝手にね、もうね、言い訳ですが。とりあえずこれ、クラフトしてたね。他には何も作れんかね。うん。で、これでね、とりあえず、装備して体力を減らさないようにアイテム回収。もうちょっと木が欲しいな。クラフトする用のレベル何やろ。レベル18高えな。無理や、絶対無理や。そうね、とりあえずね、弱っちいやつからやるべかね。あ、人がいるな。ゾーンに人がいるんだな。働いとるな、しっかりと。このドードーは倒せる。ドードーかね。レベル8。レベル 8? レベル8ドードー。これペットかな。ペットじゃなかったらやりたいんだけど。レベル8か。いけるかもせんな、これ。いけるいける。やろやろ。ドードー待って、ドードー待って。待って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 。あ、倒した?当たった今のそれすらもね、よくわからんかったな。おおおお、ゲットゲット。よしよし、あとはこれな。ウッドがあれば燃やせるんですが、ウッド早いところこれ手に入れてこんとまずいですな。こちらしゃねえな、これ。ちょっとウッド手に入れるべか。あっちの方か。あ、人だ。はーい、何してんの。はーい。あ、行っちゃったよ。恐れをなして行ってしまったようだな、私のこの絡みに対して。ボスサツのやり方わかんないのかな、あの人。まあええや、まあええ、ウッドウッド、私の目的の、ああ間違えた、ウッドウッド。ザッチや、ウッドが欲しいんや。ウッドが元気ねえな。あなたたちがいろいろこれ建設したことにより、木がないんでしょうかね。どうなんでしょうか。前。木を欲しい、木が欲しい。すげえ地形だな、ここ。どうなっとるんやろ、これ。なんか崖みたいな。あ、サソリいるじゃん。サソリまずいよね。あっち行けないじゃん。私はただ木が欲しいんですが。はい、何の音、怖えな。これ木取りに行くのも一苦労だぜ。大変だぜ。どうしようかな。早いところね、ウッドがないとね、肉が腐る、肉が腐る。木を探そう、木を探そう。やっぱりこれ海岸沿いがね、一番安定してるといえば安定しているんだけど、まあね、本当は森の方とかにね行ってね、サクサクっとさ、サクサクっと冒険したいところなんですがね。あれ、これもう前に来たことあるな、ここら辺。前も来たよね、ここら辺。よくここら辺で私リスポーンするんやね。前行こう行こう。ほんと木がないな、ここら辺。全部この人たちが木使っちゃったのかな。建築めちゃくちゃしてあるじゃん、これ。すっげえな、これ。囲ってあるぞ、これ。マジか、そんなに格好。ああ、こっちの方も。ああ、すごいね。囲ってる途中かね。よう、こんなん作ったね、ほんとに。
いやいや本当にすごいですよこちら。私家すらもね、あの一軒もねクラフトまだできておりませんのでね、あのどれぐらいすごいかということがね、あの皆さん感じ取れるでしょうか。こちらまたドードいたな。ドードやれるかな。レベルドード何匹かいるとあそこ、あいけるよ。ませんとこれドード、また早いところね。ほんとはねウッドを手に入れたりしてクラフトしたいんですが、やはりこれね、食べ物をね安定的に手に入れるためにこのとこ弱っちい堂々たちをね ぶっ殺すのがね一番の。あ死んでる、死んでる、ちょっと待って、何かさもらえんかね。これレベル何やろか。斧があるとね手に入るんですが、レベル1か、特に何も持ってなさそうだよな。斧があればね、手に入るんですが、人肉の方がね、どうでしょうか。レベル4か。やれるかい。あ、うんちした、うんちした。ちょっと待って、戦いのさなかなんや。ああ、間違えた。どうやろうか、倒したか。どうぞ、どこ行った。あ、いたいたいた。倒せんかな、ペットの堂々かな。ペットっぽいよな、なんか名前ついてたもんな。こっちはどうや、トランペットかね。どうやろうか。待て、どっか行った、消えた。あこいつはどうだ、こいつは、こいつも名前ついとるような気もせんでもないが、いろいろねラグでねカクカクしとるね。あこれペットじゃないじゃん。こっち行けるよ、行ける、やるやるやる、やっとかやっとかやっとか、殴っとこ、とりあえず殴っとこ。どこ行った、どうぞ、やるぞ、よっしゃ、オッケー。で適したアイテムで、本当これね斧が一番ね適したアイテムだと思うんだけどね、斧がまだ作れてないのでね、これでね取らせていただきましょうか。こちらでちょりちょりと。さて、肉があんま手に入らんかったな、気のせいか。これペットだったかい、ペットじゃねえぞこれ、いける、この堂々もいける、やるぞ、当たらんぞ全然。またんかい、どこ行った、あやったオッケー、いいよ、いい感じよ。結構ここ肉手に入ったんじゃねえか。あとはね、ウッドがね、ウッドが手に入らんかね。これ人のやつさ、壊さない？ダメだよね、そんなこと。ちょっと、やはりこれ、ウッドを手に入れましょうか。まあ、ドードーも結構倒したから、あとはね、ウッドさえ手に入ればね、燃やせるんです。早く木をやらんといかんの、これ木がねないんですな、こちら、上の方かな、ちょっと上の方行かないとないな、暑いみたいだな、ここらへん。海岸沿いをぐるっと行ってもいいんだけど、海岸沿いみんな家建てとる、みんながね家を建てとることによってね木がない、慢性的な木不足でございます、ここらへん。マジか、これ結構みんな出張せんとさ木ないよね、みんな家建てすぎだよ、ちょっとちょっと場所をこれね考えて建ててほしかったな。我々みたいな弱いものがねリスポーンすることにより木がないというね事態に陥ります。はい、ここの上か、この上にやっと初めて木がねあるという形でしょうな。こちら一本しかなくねえか、これ一本だけやな、これウッドが取れるといいな。ウッド取ってさ早くさ斧とかね、または燃やしたいんですが、お肉を、肉燃やすべかね、先に、あれ肉燃やすべ、あやっとウッド手に入ったよ、あ腐ってきてる肉が、嘘でしょ、早いよ、やべ、さっきのドードーかな、一番最初のドードーの肉腐ってきとるぞ、俺やべえぞ。